皆さんこんにちは、マイトリップです。今回は路線バスの話ということで、まあ、路線バスについて、まあ、8分くらいかな、それくらい話させていただこうかと思います。よろしくお願いします。まあ、せっかくなんでね、今年乗ったバスについて今回は話していこうと考えているんですけどもね、今年乗ったバスっいうのはたくさんありますので、まあ、それについて一つ一つ紹介していくついでに、まあ、いろんな会社もなりましたので、まあ、その違いとかもね、紹介できたらいいかなと思っております。最初に移しておりますのは、秋葉バスサービス。 スワールカード以外の時期券ですか、ね、まあその実券以外は現金となっておりましてちょっと不便ですけどもねまあまあ割と対応も良くてねしかも運転手さんも優しいというなかなかいい会社であると思いますそれに対してこちらは遠州地方では一番の力を持っている猿鉄バスこの円鉄バスの85系統ローサイト佐賀線に乗車をしましたこのローサイト佐賀線はもう3月のも,もって廃止になっておりますので現在乗ることはできません これもさらに1日1本しかありませんでしたからね。なかなか不便な路線でした。それでこのバス2ステップ車となっておりますけども、中にはちゃんと LECD などもついておりました。なお、この2ステップ車についても今年廃車となっております。まあ、それからこちらは今年の9月に廃止になった遠鉄バス北円本線の様子です。元々は JR バスとして運営していたんですけどもね、その JR バスも撤退してしまって、まあ、儲からない路線はやはり儲からないわけですよ。 どんなに頑張っても誰がやってももからない路線は儲からないので仕方なく、煙鉄バスがとりあえず運営をしておりましたけど、まあ、煙鉄バスもついに撤退してしまうそうです。まあね、やはり補助金が出るんでね、別に運転する分にはそんなに問題ないだろうと私は思っていたんですけども、そんな甘い話でもなくてね、実は運転手が足りないというそういう深刻な問題があったらしくて、まあ、運転手不足も抱えている煙鉄バスに代わって、美作ボタクシーが最近は自宅したようです。うんちもついでに値上がりしてますけどもね。 まあそれから、炎哲バスではこんな感じの臨時バスも運行しております。まあ臨時バスについて、ヤマハスタジアムの方の臨時バスに関して、まあ特にね、ジュビロ磐田の試合とかがある時のそういう臨時バスに関しては、まあ事前に切符を販売することによって、まあ Suica バスもなどのね、IC カードも使うことができるんですけども、基本的に遠鉄バスではその IC カードを使うことはできません。まあ IC カードを持ってなかったら現金になってしまうわけですけども、まあ地元密着型 IC カード、 ナイスパスというものがありますので、そのナイスパスを使っていれば、まあ、割引運賃も適用されますので、なかなかありがたい話でもあります。それからこれは名古屋に行ったときですね、名古屋はやはり都会でありますので、前取り後ろ折りとなっておりまして、まあ、運賃も前払いとなっております。210円です。この時はフリーキップでありましたからね、別に運賃払ってないですけどね。 このバスは C 名古屋系統の路線でありまして、まあ、新型エルガミオが導入されておりました、まあ、新型エルガミオってあんま乗ることができなかったんで、ね、これはなかなかいい機会でありましたよまあそれからこちら三重交通だけまあでも、えー、と海風郡飛島村という村が運営している、まあ、自主運行バスになっております三重交通の、ね、片鱗としてまあなんとね愛知県の割にはこれはなんと三重県の会社が運行しておりしかもね食わない業者が担当しているでなかなかカオスな事態になっております まあこのバスはちょっと乗り心地は悪かったんですけどもね。まあ、バスの運転手が悪かったのかな。そういうこともあるかもしれません。まあこれは後ろ乗り前降りでした。それでこちらは東海バスですね。東海バスは基本的に中のドアを使わずに、まあ前折り、前乗り前降りというなかなか特殊な例であります。まあこれだったらまあ不正乗車も事象がありませんからね。まあそれにそんなに乗客も多いわけではありません。現にこの路線も5人くらいしか乗っておりませんでしたので、まあそんなに 時間もかからないんでね、乗降はまあ同じところを使った方がいいのかもしれません。だったら何のために中のドアがあるのかというと、まあ多分、メーカー使用にした方が安かったんでしょうね。それだけだと思います。まあ、あとは譲渡するときに、ちょっと売るときにね、やはり汎用性が高くないと売りにくいということもあるのかもしれませんけども。そしてこちらは大阪市の北港観光バスという会社ですね。この北港観光バスという会社は、まあ、やはり都会でありますから、前乗り後ろ折りとなっておりまして、 まあ、この時は運賃は割と安くて210円でしたけども、この会社は現金しか使うことができません。大手の会社じゃなくて観光バス会社ですからね、そんなこともありました。まあ、そういえば、浜松バスという会社にも乗りましたけども、その会社もそういえば、確かその会社も現金専用でありました。これは乗ってないんだけどね。まあ、シティループというもので、これは神戸交通新港という会社、神戸市交通局の子会社となっておりますけどもね、その子会社が運行しているバスでございますから、こちらは IJ カードを使うことができます。なかなか便利なバスだと思います。 ただ私は残念ながらこの時時間が合わなくて乗車はしておりません。エルガミオの改造型になっておりまして、アテンダントさんも乗っている、なんとワンマン運転じゃない、ツーマウン運転のバスでございました。こちらは無料のバスですのでね、まあ前乗り、後乗りとなっております。これはメトロリンク日本橋というバスが、どうだったかな確か合ってるかな前乗りだったはずですけども。それで運賃箱はついておりません。ちょっと変わった感じですよね。 このバスは地元の企業の協賛によって運行されているもので、まあ東京のね、丸の内とか名古で運行もしておりまして、まあいろんなところで運行してるんですけども、なかなか便利なものでありまして、一般利用客もたくさんおりました。まあそういった感じのいいバスでございます。こちらは、まだ東海バス、東海自動車という会社が運行していて、小田急グループに所属をしております。なお、このバスは、確かこれは沼津駅で取ったやつですけどもね、このバスについてもやはり前取り前寄りとなっております。 やはり真ん中のドアは使っておりません真ん真中のドアは果たしていつ使うのかとちょっと疑問に思ったんですけどもね今のところ使っているのは見たことがありません私は一応演習鉄道を基本で撮影していますからねまあそれ以外の会社ちょっと慣れないところもあってまあこの会社は特に現金しか使えないとかちょっと困ることも多いんですけどもねただデザインに関しては割と好きな会社でございます そしてまた地元に戻ってきました。こちらは煙鉄バス。この煙鉄バスでは2台しか所属していないエルガミオに1回乗車をしました。この時はナイスバスを使っております。なお、このバスはあんまり多くはないワンステップ車となっております。最近ではまだワンステップ車の導入はあるんですけどもね、ワンステップ車の方がちょっと乗り心地はいいと思いますけどもね。ただこのバスはちょっとシートピッチが狭すぎて、ちょっと乗り心地は悪かったような気がします。見る分には随分いい車両なんですけども。静鉄に関しては交通系 IC カードが全国のものが使えますし、それからあとはね、 えっと、ルルカっていうね、そういう施設のカードも使えます。ピタゴ確か提携してるんじゃなかったかな。まあ、あとは、あの、秋葉バスの時にも紹介した磁気券、パスワールカードも使えます。なお、このパスワールカードは来年の3月をもって使用中止となるそうなので、今のうちに使わないといけないんですけどね、私もまだあと3000円くらい残ってるから、ちょっと困ってるんですよ。 それでこちらは都営バス。都営バスもやはり都市型のものでありまして、ロングシートも導入されてたんじゃないかな。まあ、それから、あとは都営バスもやはり前乗りとなっておりまして、後ろ乗りです。この時も都営の時はフリーキップを使ってますからね。また運賃も払っていないんですけども、運賃は固定の206円だったかな。それからちょっと安めの運賃。まあ、高いのかな。遠徹バスとかだと初乗り120円とかで乗れますので、それに関して言えば、まあ、近い距離に乗っちゃうと、均一運賃ではあだになっちゃうのかもしれません。 こちらのバスについては、まあ、1区間だけ乗りました。日本橋から東京駅ですけどもね。まあ、そんな短い区間をね、どうしてもバスに乗って206円も払うのはちょっと高いんですからね。まあ、その点気になる点ではありますけども、やはりフリーキップだったら、それな、そういうのは気にしなくてもいいというわけですよ。まあ、というわけで、この時は乗ったんですけども、このバスに乗るために10分くらい待っておりますので、バスを待つ10分の間に日本橋から東京駅なんて余裕で行きちゃいますからね。 まあ時間の使い方としてはちょっと不適切かもしれません。それで最後に紹介していきますのは、こちらは煙鉄バス。また煙鉄バスですけどもね。まあこんな感じでいろんなバスに乗ったということを今回紹介するためにいろいろ撮影をしております。で、最後に乗っているのはこれは厚生海域の秋葉線の路線ですけども、まあこれは多分来年に紹介することになるんじゃないかな。まあその予告も兼ねて今回紹介をしておりますけども、まあいかがだったでしょうかね。 こんな感じで2019年の、まあ、私のバスの乗車期というのはこんな感じになっていたということを紹介したまででございます。まだ色々紹介していないところもたくさんあるんですけどね、そこについてはちょっとご了承ください。というわけでこの辺で終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。 ご視聴いただきありがとうございました当チャンネルマイトリップでは毎日投稿の名列車ほぼ日編週一回の昭和編や旅行記など多くの動画を投稿しておりますよかったらチャンネル登録高評価をお願いします今回もご視聴ありがとうございましたではまたお会いしましょう